皆さんこんにちは。将来の天皇で注目を集めている悠仁さま。今回は悠仁さまが小室圭を国外へ追放していた真相と、学校の机に刃物や無視される実態について紹介します。まずは悠仁さまの履歴とプロフィールから紹介します。悠仁親王、2006年9月6日に生まれ、日本の皇族、御位は親王、継承は殿下、御印は鷹の巻、秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一男子、昭仁の孫、特任の御印にあたる姉に小室眞子と佳子内親王がいる。皇位継承順位は父文仁親王に次ぐ第2位。住居は東京都港区元赤坂2丁目の赤坂御用地内にある秋篠宮邸。秋篠宮邸の改修工事に伴い、2022年3月まで御家宮所に仮住まいしていた。2023年現在、皇室構成者17名のうち唯一の未成年者である。報道によると、成仁様の高校生活は孤独で、友達がいないのではないかと懸念されています。小学校時代から成仁様には親しい友人がいないという報道がなされており、高校でも同様の状況が続いているようです。成仁様はバドミントン部の試合でダブルスの一番として出場されています。バドミントン部ではダブルスで組めるくらい息の合った友達がいたということになりますが、女子部員から不快感を抱かれるなど、部内での交流に苦労されている様子も伝えられています。成仁様は東大を目指していたとされていましたが、断念し進学先を変更したという報道もあります。内町関係者は、成仁様は地方ご公務にも同行され、部活動にも参加されているなど、東大を目指す高校生としては余裕も感じる夏休みを過ごされているといいます。2019年4月26日の午後、学校で衝撃的な事件が発生しました。成仁さんの机の上に包丁のような刃物が2本置かれているのを学校関係者が発見し通報したのです。捜査によると、4月26日の正午ごろ、ヘルメットをかぶり、青色っぽい上下の服を着た中年くらいの男性が工事業者を装って学校内に侵入する様子が防犯カメラに映っていたとのこと。この男性は訪問用の受付を通らずに侵入し、成仁さんの席に包丁2本をポールのようなものにくくりつけた状態で、成仁さんと隣の生徒の席の間にまたがるように置いていったとみられています。容疑者として逮捕された長谷川軽容疑者は容疑を認めており、殿下に自分が来たことを知ってほしかったとも説明していたのだとか。事件の背景には、成仁さんの通う中学校を狙った理由が明らかにされていないことや、長谷川薫容疑者の思想団体への所属や活動歴が確認されていないことなどが指摘されています。小室からは時折、小室眞子さんから直接、あるいは小室圭さんの母親である加さんを経由して近況報告が届くだけなのだといいます。しかし、その内容は漠然としたものばかりで、小室圭さんが弁護士になり年収4000万円になった、ニューヨークにマンションを購入して資産運用をするといったライフプランが送られてくるだけだったといいます。小室夫妻が一時帰国して国民に謝罪会見を開くことを願っているそうですが、そういった報告は一切ないとのこと。職員が小室に氏年収がアップしたというので、もう支援は必要ないと尋ねたところ、小室沢宮の改修工事が44億円かかるところを40億円で済んだんだよねと、ニヤニヤ笑いながら答えたそうです。小室問題の行末に最も気にかけているのが、成仁さんの帝王教育だそうです。紀子さまにとって最も大切なのは成仁さまで、このままの状況が続けば秋の評判は地に落ち、回復不能になるかもしれません。11月30日の秋の宮殿下の誕生日会見を受け、皇室評論家の高森明則さんは、秋の宮殿下のお答えは皇位継承者としての直接的な表現を避けられただけでなく、将来的にも非常に大事なことなのではないかと思いますと述べました。高森さんは、現実面での至難さを考えると、今の男系の男子限定という制度を前提とした
殿の御意を規定の事実と認めることに異を抱えておられても決して不思議ではあるまいと結論付けています。このように一連の出来事が秋の宮殿下の将来に影響を与えていることが深刻なものとして取り上げられています。さて、眞子さまの皇室離脱を避けるためにはどうすればよいか。実はウルトラシー案を典子さまは力強くうなずいたという先の関係者が続ける。押してダメなら引いてみろとでも表現すべきなのでしょうか。典子さまは眞子が皇籍離脱を表明する前に秋篠宮家の当主決定として眞子を皇室から追放することはできませんでしょうか。国民が眞子の結婚に反対していることは知っています。このまま何かしでかしたら成人の今後にも影響が出ます。ですから国民に対し秋篠宮家は国民と寄り添うとアピールしたいのですと煽りました。ですが皇室典範の規則に追放は想定されていません。そこで眞子さまが自主的に離脱することはできますが第三者の意向で離脱させることはできませんと申しますと典子さまはとても悔しそうな顔で打ち使えねえなと舌打ちされました。眞子さまへの愛情よりも悠仁さまの未来を優先されるそのお言葉に一同恐怖を覚えずにはいられません。皇籍離脱されるのなら先に追放してしまいたい。肉を切らせて骨を切るという表現がぴったりだ。この典子さまの非情なる思いが眞子さまに何らかの影響を及ぼすことはありえるのだろうか。秋篠宮家の奥に通じる関係者は眞子さまは追放を恐れていると断言する。典子さまと眞子さまが小室問題について話し合うことはありません。ですがお互いにいつ切り出すのかという恐怖があるようです。過日、佳子さまと眞子さまがご自宅で夕食を共にした時、テレビからメーガン妃の王室離脱ニュースで離脱後の経済活動に関する情報が流れました。すると眞子さまは感極まったのでしょう。皇室から追放されたらどうしよう、出て行ってもお金だけは欲しいなどとつぶやかれました。皇籍離脱できたら自由に経済活動できるから講演会とかでガッポガッポ稼げるよと前向きな発言を。ですが眞子さまはお手振り以外できないし出て行ってもお手振りで稼げるかななどと心配されておられました。お金の川山用の前に国民に寄り添うことを大切にしていただきたいと願わずに入られません。眞子さまが小室圭さんと生計を立てるとなればお金は深刻な問題になるだろう。小室節は女性宮家創設を待って結婚し自身も皇族になることを望んでいるとのことであるが、果たして現在の皇位継承資格者は秋篠宮、常陸宮、悠仁さまのわずか3人。次世代に限って言えば悠仁さまお一人だ。岸田文雄政権のもと2021年末には安定的な皇位継承についての有識者会議の最終報告書が取りまとめられたが、依然として皇位継承の安定につながる明快な道筋が見出せていない以上、小室圭さんと眞子さんのご結婚の行方は皇室の将来と簡単に切り離せるものではない。次世代の男子がお一人である以上、皇位継承者であるか否かの根幹である性別の違いは様々なところで現れる。日常における宮内庁職員や国民の視線、帝王教育の有無、ご結婚に際しても男子の置き先選びには宮内庁が大きく関わるが、結婚して皇室から離れる女子のお相手にはそれがない。多感な年頃の14歳の眞子さまと11歳の佳子さまはこうした周囲の視線の変化をどのように受け止められただろうか。秋篠宮は2006年、悠仁さまがお生まれになった直後の誕生日会見で基本的には長女次女と同じように接するつもりでおりますと語り、皇族の役割について社会の要請を受けてそれが良いものであればその務めを果たしていく、私は女性皇族男性皇族という違いは全くないと思っておりますと語られた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。